皆さんこんばんんこばはは今日はどんな1日どなでしたか私はですね今日は朝市で水防演習行きました滝川、えー、石狩川流域空知川の河川水防演習ちょっと雨で心配だったんですけどもなんとか上が,上がって。 えー、予定通りできたみたいですけども少し寒かったですがいろいろ皆さん準備訓練を含めて大変なところだったというふうに思います練習の練習も大変だったんではないかなと思うんですけどもうんと後半というか私も途中までしか入れなかったんですけど J アラートを携帯になってまさかっていう感じで赤びラの。 空違う河川がっていう今台風も来てるので結構リアルでした私も演習会場に行っていながら本気モードで見ちゃってましたんで、えー、結構その J アラート流れた方々は大変びっくりした出来事だったんではないかなというふうに思います ちょっといろいろ考え物だったなっていうふうに思いますけども、えー、水防訓練の関係者の皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。それからですね、12時まで矢見沢に入らなければいけなくてですね、今日はあの北海道第10選挙区支部の定期大会が行われまして、いろいろご挨拶いただきました。そして令和5年度、 含めこれからのですね、計画方向性をですね、皆様にご意見いただいてそして半ばですね、衆議院議員のこれからの十句の在り方も含めていろいろとご,ご意見が出たところでありますけれどもその後はですね参議院議員山本清仁先生の参議院議員 正規セミナーに行ってままいりました大変興味深いいろいろとお話も頂い,いて勉強をさせていただきました、えー、そしてですねそのあと赤ラに帰ってきて植松勉さん植松電機の先代であります植松清さんがお亡くなりになれたということで、えー、お,葬式お通夜にお通夜に 参列させていたただきましたけれども1か月前に会話をしてたまた今までも色とお世話になった方で本当になければ作ればいいより良いものを考えていくっていうそう世界観がですね本当に、えー、多分ですね私も一番最後会った時まだヘルメットかぶって、えー、会社内の敷地,地を歩いててですね、まあ、病気になったことも私もしてたんですけれども。 えー、なかなか、えー、そういった中で自分自身まだまだこれから何かいろいろとやりたいことがあるんだろうなって思う思いをですね聞かせていただいたあの気持ちの会話は忘れられないなというふうに思います本当に最後まで技術者であったということと発明家であったんではないかなって私自身感じているところであります、えー、そんな植、えー、松清さんが作った今の植松電機今の植松社長が頑張ってらっしゃいますけどもぜひぜひこれからも 発展していただくことを、えー、本当にご記念いたしております。本当にご冥福をお祈りいたします。これまで本当にお世話になりました。えー、そして今日は今自宅に帰ってきました今日はいろんなまた出会いがありましたけれども、また明日もいい一日でありますように。